これは。遠くに見える巨大な円盤。待てよ。まさかあれが大義盤なのか。おい、その例えだと全然足りないぞ。あれはもっと大きいだろ。どうやら私たちは正しかったようだな。法律家としての勘がささやいている。あれが私たちの探している法宝である可能性は非常に高い。だが本当に大義盤だとしても、いくらなんでも大きすぎる。どうやって持ち帰ればいいんだ。弱音なんか吐いてる場合じゃなかったな。先に周りを調べてみよう。おい、あれは砲塔弾じゃないか。なんだか見覚えが。そうだ、数日前に遭遇した奴らだ。燃えよ。いや、チャンスだよ。は、あは、そこだ。大丈夫、あ、行くぞ。トン、急ごう。ブーン。いや、行くぞ。小さい円盤だ。外観と盤面の配置を見たところ、これが方々、大義盤で間違いないだろう。地面に埋め込まれた小さな大義盤、一体何に使われていたんだ。よっ、くらえ。いや、そこだ、くらえ。あ、そこだ。相手を間違えた。炎食いの剣。よっ、いや、はあ、あ、くらえ。そこだ。よっ、ボン、くらえ。そこだ。はあ、前回と同じように簡単に片付けられた。以前大きな商業案件の処理を手伝った時、その犯人が私に仕返しするためわざわざ砲塔弾を雇ったことがあったんだ。幸い武芸の鍛錬はちゃんとしていたため事なきを得たんだが、しかしさっきの奴らはあの時と全く同じだった。まさかこの空間は私の記憶を再現しているのか。おそらくこれも私たちを消耗させる手段の一つなんだろう。これはだいぶ凝っているな。おや、新たな入り口のようだ。よかった。
ここらで合流できるかと思ったが、誰もいないようだな。ファデュイ？まさか、これも誰かの記憶か？気をつけろ！予想通りのようね。イエラン、いたのか？何度挑んでこようとも、仕留めるまでよ。一緒にいるときは、そんなこと話すなよ。凍ってしまう。下がれ！これでも食らえ！捕まえた。トン！行く。いや、ブーン！はっ！痛がっちゃいないの。かかれ。下がれ。急ごう。よっ。さあ。ほれ。トン。はっ。痛がっちゃいないの。やっ。ふっ。トン。せい。はっ。ふん。たっ。かかれ。ふっ。強火でやっ。やっ。ブーン。本当に出られないか。見たこと全てを記録し、愛犬を残す。家に帰らない。ここ重たい。よくもまああんな小細工で尾行してくれたものね。はあ、相変わらずの腕前だな。覚えているかしら、私が他の場所で幻影を見たって言ったこと。その時に聞いた内容と一致するわ。この記憶は、この空間によって再現されているようね。まあいいわ。これで当時の状況も把握できるから。あいつ、タイと言っていたが、タイ基盤のことか。エンヒ、地面にあったものは見たかしら？ああ、これを調整することで、お前と合流できたんだ。おそらく、遠くにある大義版の縮小版だろう。この空間と強く紐づいているようだ。私、なんだかそれに見覚えがあるの。ちょっと思い出してみるわ。
新たな空間ね。もし空間に同じ規則があるのなら、ここにも小さな大義板があるはずだ。不赦、お前ほどの者が地下の亡霊になるとはな。敵がいない。いや、敵は姿を消せるのか。まずい、早く加勢しなければ。待て、これは我の戦いだ。近寄るな。汚れた魔獣よ、お前たちのせいで何人もの人が死んだ。地下空間に誘い込んだのはお前たちの弱点に気づいたからだ。身を隠し闇討ちするのに不赦がよく用いた戦術だ。我と共にここで朽ちるがよい。お前ほどの手軽がこのようなところで死ぬわけがない。まずい、このままだとショーが不利だ。構わん、結果はもう分かっている。無駄だ、行くぞ。不赦は体力が低下しているようだ。東田大元帥、不赦、お前のその力は無尽蔵ではない。それにお前の幻影は本来のお前よりも劣っている。前世紀のお前はこの程度ではなかった。配下の中でも随一の夜叉であった。もし帝君がこのような姿になり果てたお前を見たらどう思われるだろうか。行け、ここは我が援護する。決して魔獣を地表に返すな。皆の者、総岸から100キロの戦線を死守せよ。もう十分だ。滅びよ、虚無の幻影よ。彼の責務を果たしたまでだ。気にするな。先ほどの見えない相手が伝説の東田大元帥不赦なのですか。ああ、独断先行したのは悪かった。不赦が行方不明となり数百年、先ほどの戦いが奴と顔を合わせる最後の機会だと思ったのだ。あいつさっき戦線を死守しろとかなんとか叫んでたけど、奴はこの地で戦っていた伝説の無名の夜叉とは不赦のことだったのだろう。でも戦う時に必ず名乗るんじゃなかったのか。どうして名前が残らなかったんだろう。あいつの身に何かあったのか。わからぬ。おそらく自分が何者であるかすら忘れてしまったのだろう。それは誤称のせいでか。不赦は姿を消す前から狂気に陥っていた。奴の記憶が無傷であったかは誰にもわかるまい。狂気に飲まれながらも双眼巨炎の戦争に参加したのですか。夜叉は平穏な時代を生きられはしない。戦いと殺戮の匂いに引き寄せられたのだろう。我らは殺生に精通している。そしておそらくそれしか取り柄がない。この一戦で我も確証を得た。これまでのことから察するにこの空間は人の心の一部を映している。つまりたとえ狂気に飲み込まれていたとしても不赦がこの地を訪れたのは事実。先ほどの幻影も奴が残した痕跡ということだ。この空間は奴の戦う姿を再現した。だが不赦の幻影は魔獣の弱点を発見し地下空間へ誘い入れたと言っていたわ。この空間は一体何なのかしら。カーン・ルイヤの魔獣を抑え込むことができるなんて。体が重くなった気がする。気のせいというわけではなさそうだ。
空間が私たちに干渉しているようね。負者は地下に残ったはずだ。だがここには幻影があるのみで、当の本人は見当たらなかった。もしこのままここを離れられない場合、我らもあのような結末を迎えるのかもしれない。前へ進む時が来たか。見事な戦いだった。さらばだ、不赦。読んでみよう。この書き置き、ここに残された戦艦軍が残したもののようね。この白陽って人、誰だろう。白陽は私の先祖の一人よ。当時この人は帰ってくることができなかったわ。つまり白陽は不赦と行動を共にしていたのか。おそらく。この戦艦軍たちは彼らの戦友なのだろう。当時行方不明になった人、そのほとんどがここにいたみたいね。ああ、うん、怖い。一体ここで何が起きたっていうんだ。さあ立ち止まらずに早く行きましょう。手がかりは全て線で結ばれたわ。真相にたどり着くのももう時間の問題ね。ただこの空間は果たしてどんな形で答えを出してくれるのか。
奇妙な空間だな。アビスの気配がするわ。でも敵はいない。お前の記憶？ここはどんな記憶なんだ？アビス？ってことはこの空間がお前の記憶を読み取ってここを作り出したのか？周りがだんだん暗くなってきたぞ。の空間だと大義板の一部は地面に埋まっていたわよね。でも今回は地面に転がっている。まるで誰かが置いていったみたいに。さっきのってお前が想像したものだったのか。幻影は一瞬で消えちゃったけど、あれってお前がお兄さんに会いたいから現れたんだよな。エンヒ、これが君の言っていた方法、大義版なのね。おそらくな。遺言にその形は描かれていなかったが、記載されていた情報と一致する。これでほぼ間違いない。お前は何を見つけたんだ？この大義版、構造も配置も、私の一族で使われている法器に似ているわ。こうすれば。うん。この大義板は意図的に操作された跡があるわね。何かしらの情報が秘められているかもしれない。まずは外に出て安全な場所に移動しましょう。この辺で大丈夫そうね。みんなしばらく休んでて、私は大義板を調べてみるわ。大義板が見つかった以上、私の仕事はここまでだ。しかし、私たちは負者の幻影に遭遇している。この空間で見つけたものを、果たして外に持ち出せるだろうか。武者は岩王帝君の下で御夜叉の長を務め、雷の力を操っていた。我とは異なり神兵であり、将たる才を有していた。陰陽のうち五方の宙、水火風雷、循環無端、七神を地に取り、三門打開、経絡全通。と、なるほど、そういうことだったのね。お、何か新しい発見があったみたいだな。
この情報は白陽という名の術師が残したものよ。彼は私が調べている行方不明になった先祖なの。こんなに、これ全部お前の先祖が残した情報なのか。数百年前、とある貴人が私の先祖に大義板を渡したようね。彼ら兄弟は二人でこの法宝を持ってカーン・ルイヤの魔獣を倒すため双眼巨炎に来たみたい。出発した時は二人だったけど、帰ってきたのは一人だけ。その上、理性を失ってしまった。ご唱か。ええ、彼らは夜叉の負傷と肩を並べて戦った。その時に合掌の力に染まってしまったんでしょう。神の目を持たない彼らは長く耐えることができなかったのね。記録を見てみろ。この記録を残した者の末路だが、永遠にここに残ることになったとある。あ、そんな、もう他に方法はないというの？どうしよう、オイラたち本当にこんなところで死んじゃうのか。そんなの嫌だぞ。こんなところにずっといるなんて嫌だぞ。今のは、まさか。一つ思い出したことがある。待っててくれ、すぐ確認する。旅人、新しい情報を見つけた。ここに来る道中、私はあの遺言を調べはしたんだが、それがどんな書籍に挟まっていたのかを考えていなかった。全て覚えているわけではないが、私はその書籍を読んだことがある。中にはこんな話が書かれていた。千年前、仙人は悪獣を封印するため方法を作った。後に人間の友を作ると、法器に用いるため方法をそのものに譲った。数年後、山に大きな災いが降りかかった時、人間と仙人はこの法器を使い、力を合わせて妖魔を退治したそうだ。それだけではない、本にはこうも書いてあった。仙人と人間の力が一体となれば、天地の意を操り、都天征夷が可能となる。器を証しに人と仙が共存し、天地が一体とならん。もし仙人と人間の根結である私の力があれば。効果ありだ。十分な力ではないため、一瞬で効果は消えてしまったが、考え方は正しいのだろう。大義板の中で何かが起動したようだ。皇天の意、御法の神、夜叉と人類は共に気候を握らん。封印の呪文だわ。負傷と私の先祖はこの空間の最上層を封印したのね。そういうことか。わかったぞ。みんな、今はまずイットとシノブのところに戻ろう。そこで提案したいことがある。もう動けない。ここに残りたくないし、死にたくもない。オイラから離れないでくれ。パイモン、もう少しの辛抱だ。私を信じてくれ。まだチャンスはある。行くぞ。
忍、イット、戻ったぞ。ひどく消耗したからまだ目覚めてはいない。だが命に別状はないから安心してくれ。それよりもその表情、何か発見したんだな。しかもあまり喜ばしくないこと。そうだろう。私たちは大義板を見つけたの。その中には先人の残した情報が入っていたわ。ただどうやらこの空間から脱出する術はないようなの。前にこの宝器を手にした人も永遠にここに取り残されたみたい。そうか。だがまだ続きがある。さっき試したところ、大義板に力を注入すると反応があった。でもそれはあくまで封印された時の記録を呼び起こしただけで。いや、肝心なのは内容ではなく方法だ。書籍にあった内容を思い出してみてくれ。仙人と人間の力が一体となれば、天地の意を操り、土天征夷が可能となる。仙人と人の力を合わせることで、大義板の力を最大限に引き出すことができるんだ。大義板は根血である私に反応した。それはまだ動作していることを証明している。そして私たちの中にはちょうど純粋な仙人と術法を受け継いだ人間がいる。面白いわ、そんな発想があったなんて。仙人と人間が同時に力を注入するということか。その通り。もし私の考えが正しければ、大義板に最大限の力を注入することで完全な活性化、あるいは反転させることができる。この方法は最後、この空間と双眼鏡炎のつなぎ目を塞ぐのに使われていた。つまりもし反転させることができれば、それで出られる。やったぞ、オイラたち助かるんだな。その通り。その考え、筋は通っている。じゃあひとまず今は休みましょう。準備ができたらその方法を試すということで。うん、オイラドキドキしてきた。イエラン、ショウ、準備はいいか？ええ、準備は万全よ。最善を尽くそう。エンヒ、一つ覚悟しておいてほしいことがあるの。ん？何だ？方々大義板はおそらく外に持ち出すことができないわ。多分この秘境にあるもの全てが時空と記憶の乱れによる結果に過ぎないんだと思う。私たちはそれぞれ異なる目的を持っている。そしてこの空間に現れるものは私たちの想像と推測に反応してくる。それは恐ろしいことであり、奇妙なことでもあるわ。ここはもう単なる空間ではない。どんな高次元の力が影響しているかわからないけど、私たちのことを読み現像を持って答えてくる。双眼の歴史によれば、この空間はおそらく大昔から存在していた。一体どのようにして誕生したのか。ああ、あれのことね。あの時私もあそこにいたのよ。え、ちょっと待て、もしかしてあの弓矢はお前が放ったのか？私以外他に誰がいるのよ。あの巨大な蛇はカーンルーヤ文明の遺産のはず。証拠は予想以上に有効だった。もしかしたら二つの力は相殺する関係にあったのかもしれないわね。もしそうだったとしたら、ごめんなさい。私はみんなの今の境遇に責任を持つべきかもしれないわ。そんな、オイラたちのためにいろいろ解決しようとしてくれただろう。お前のせいじゃない。
そうかしら。この空間の活動はまるで生き物のようで、あらゆる幻覚で私たちの目をくらませた。実際私たちが見た人や通った道は500年前にすでに亡くなったもののはずよ。それにここにあるほとんどのものは静止している。そうなると本当に脱出できたとしても、時が流れ始めれば大義板は消えるでしょう。実は私もそう思っていたんだ。でもそれだからこそ大義板に出会えたのは奇跡だと思う。これら全ては存在しないはずの槍で漆黒を壊したかのようなものだ。ありえない話に聞こえるけど、これも残された最後の可能性。一体誰の思いがこの方々を呼んだのかしら。ああ、でももう一つの原因の可能性もある。それはお前の探し求めることに対する強い執念だ。見つかったのがお前の家族じゃなかったことは残念だが、でももしその者がここにいたら、きっとお前が助かることを心から願っていただろう。こうしてみんながここに偶然集まったことはとても興味深いことよ。もしこれも運命なら、私たちの手でそれを変えましょう。こちらはいつでも大丈夫だ。親分は私と牛尾に任せてくれ。旅人、パイモンのことは頼んだわよ。エンヒ、助けが必要になったら私を頼ってちょうだい。了解。セーラウンプ、異例降臨、軍馬蛇獣、大帝壊滅、新規復讐、正規流行、定直不明、消去不能、救急如立輪。光った！やはり大義板は増幅させる方法。この力を維持できればまだ希望はある。力の維持は我に任せろ。わかりました。全員下がれ。我が身で陣を守りてこの地を封印する。我らヤシャ一族、世のために戦わん。金宝大将、参る。危ういと知りながらどうしても行くのか。この地を守り104年勝手に離れたことはありません。無名夜叉の剣だけはどうか帝君のお許しを。
あなたの力が。時は間一髪だった。ショーが中に残ってしまうのではとヒヤヒヤしたが、無事でよかった。はあ、お気持ちはわかりますが、まあその心にある思いはきっと一朝一夕で形成されたものではない。簡単には曲げられないものなのでしょう。結局私たちの方針は最後まで一致しませんでした。ですがあそこから脱出できたのはあなたのおかげです。救っていただきありがとうございました。いや、我だけの力ではない。どういたしまして。みんな疲れているけど怪我はなさそうね。ゆっくり休んでちょうだい。急いで出る必要はないから。私は先に周りに異常がないか確認してくるわ。言っちゃった。お礼を言おうと思ったのに。イェランは本当に自分が何かしたとは思っていないのだろう。彼女はショーがみんなを救ってくれたと心から思っている。恩恵を受けた以上はもう何も言えなかったんだ。ショーもそうたやすく説得されるような人じゃない。イェランも彼の心を変えるのをついに諦めたわけだ。ショー、叩かれてるみたいだぞ。な、そうではない。確かにその言葉に誤りはない。お前たちの意見も心に留めておく。本当か？よかった。なんだかすごいことを成し遂げた気分だ。今回誰か一人でも欠けていたら脱出できなかっただろう。それほどに危険な状況であったと言っても過言ではない。途中で誰も失わずに済んだのは実に良好だったよ。そういえば牛使い野郎がまだ起きてないけど、このままずっと眠ってるなんてことないよな。早く見に行ってみようぜ。あーぐっすり寝たぜ。え、なんだ、何を見てやがる。体は大丈夫か。にぶつけておかしくなってないか。辛かったら言うんだぞ。今でも十分バカなのに、もし頭でも打ってたら。何言ってやがる。俺様はピンピンしてるぞ。逆によく眠れたから今は力がみなぎってるぐらいだ。つうか、なんか忘れてるような。そうだ、おい、俺たち地下にいたんじゃなかったのか。どうやって出てきた。話すと長くなるからまた後で教えよう。イット、私たちが脱出できたのはお前と忍と牛尾のおかげだ。
私のせいでみんなを巻き込んでしまった。できれば謝らせてくれ。なこと言うなって。俺たちを助けてくれたんだ。これくらい当然ってことよ。もしお前がいなかったら、俺たちは今頃リーウェの牢屋にいたかもしんねえんだからな。それはちょっと違う。親分が牢屋で、私は外にいるのが正しい。うん。そうか。それなら新たな友を作るいい機会だと思って、お祝いにリーウェ校を案内し、食事に行くのはどうだろうか。おう、そりゃ最高だな。早速。腹が減った。もう一歩も歩けそうにね。私もお腹が空いた。では早速出発しよう、先輩。おいらも、おいらも行く。おい、分かったよ。じゃあ稲妻の二人は私に任せてくれ。今回は大変だったから、お前も早く帰って休んだ方がいい。ああそうだ、イエランはいなくなったことだし、お茶をご馳走するという話はなしにしておこう。ああそうか、はあ、よし、代わりに伝えてやる。旅人、サラタムチミスケ、ウシオが伝えたいことがあるらしい。なんだなんだ。私も聞きたい。なら、私も混ぜてもらおう。なるほど、そうしよう。ウシオのやつ、こう見えて思いやりのあるやつなんだな。意外だったぜ。一見奥の深そうな道理でも単純なことは多い。だから牛尾の言葉は役に立つだろう。おお、この件はオイラたちに任せろ。じゃあイット、シノブ、牛尾、出発しよう。おう、飯だ飯。うん、また会おう。終わったか。大したことをしてきたわけじゃないぞ。ただ友達を見送っただけだからな。あら、まだいたの。さっき稲妻の二人が縁妃と一緒に離れていくのを見たわ。リーウェ校に行くのね。君たちは行かないの？オイラたちはショウと話がしたいんだ。そうだと思ったわ。周囲はすでに確認した。今のところ異常はない。これで一件落着ね。次は秘密保持の問題かしら。遠方から来たあの二人には、この事件について黙っていてもらわないと。うわー、待て待て、あいつらにはオイラたちから言っとくから、手を出すなよ。あら、そう？バレた？じゃあ冗談はここまでにするわ。今回みんなにはお世話になったわね。このことは忘れず胸に刻んでおく。あの奇妙な地下空間はどうやって誕生し、どうやって長い間存在し続けたのか、それらについてはこれからも調査を続けるつもりよ。なんとなくこれにはより深刻で人には明かせない理由があると思うの。それに最後は誰かが助けてくれたようだったし、それ自体は別にいいのだけれど、まさか私にはその存在が何者なのか見当もつかない。力のある方なのは間違いないでしょうけど。まあ今はそれを調べている場合じゃないわ。
後片付けや報告の仕事があるもの。私も一旦リーユエ校に戻るから。それじゃ、さようなら。エラン、じゃあな。我が待っていることに気づいてたのか。うん、そうか。行きたいところがある。時間があるのなら一緒に来るか。どこに行くんだ？夜叉に関するところだ。もう少し進めば道尺のために建てられた寺に着く。この地へ来たのは何か感ずるものがあったからだ。それってあの地下空間で何かを感じたってことか？うまくは説明できぬ。不捨と会い過去に戻ったかのような錯覚に陥った。夜叉の一生とはよく言えば勇猛であり果敢だが、その実は殺戮によって占められている。壮絶な戦いを経て死ぬことは不捨にとっては本望であろう。我もそうだ。我は長く生きすぎた。人を救うために死ぬのならそれも悪くない。ああ、あるいは我のような考えはある種の狂気と違わないのかもしれない。おい、そんなこと言うなよ。そうだった、牛尾に託された大事なことなんだ。なんだ？牛尾には鬼を払う力があって、鬼から身を守るためにあいつは使われてきたんだ。でもイットに会ってからはずっと一緒にいる。牛尾には理屈とか道理とかそういう難しいのはわからない。ただ一緒に生きると一番楽しい、そう思った人についていくだけなんだ。本来この世界で生きることに決まりなんてそんなにないんだと思う。だから夜叉の力が人に害を与えるとしても、みんなと一緒にいられない理由にはならない。そうだ、例えば神の目を持ってたら多少はその力の影響を受けなくて済むんだろ。それにとにかくお前のことを気にしてるやつはいっぱいいるってことだ。その言葉まるで不捨たちのようだな。奴らはいつもそのように言っていた。世が公平となれば人間たちと共に生活するのだと。そう思わなかったのは我だけであったようだ。大義盤にあった不捨の姿は狂気に満ち、常に金宝やミヌといった称号で周りの者を呼んでいた。それら名は全て御夜叉を指す。金宝とは我のこと、そしてミヌとは深淵大将のことだ。他にも羅漢大将、抜難、過疎大将、王達がいる。世の者は我ら五人を千秋夜叉と呼ぶそうだ。不捨とイエランの先祖は地下に取り残された。つまり二人が最後に抱いた思いもあの空間によって読まれたということ。イエランの言葉はいずれも事実だ。我と彼女の策には双方欠点と正しいところがあった。ただあの空間の力が我らをはるかに上回っていた。お前らの協力がなければ
ここに来ることはできなかっただろう。最後の瞬間、渾身の力を振り絞り、かろうじて一瞬の突破口を作ることができた。それでも十分すごかったぞ。縁妃もイエランも間違ってはいなかったが、我は常に最悪を想定していた。その思考は根深く、それでも思いつく限りの策だった。あの時、もし帝君が手を差し伸べてくれていなければ、我は生きてあそこを出られなかっただろう。結局は迷惑をかけてしまった。でもそれが普通じゃないのか。お前と勝利じゃなくてお前と元王帝君は深い付き合いなんだろ。お前もいっぱい助けてきたんだし、帝君の方がお前を助けてもおかしくないだろ。うん。あの空間から脱した瞬間、不赦の記憶をかすかに感じた。今回得られたものがあるとすれば、それだ。一人でも多くの者が奴の記憶を持つのも、悪くない。みんな、どこへ行っていた。夜叉の兄弟よ、また忘れたか。何度も言うが、俺は白陽。あんたと共に双眼で戦ってる術師だ。白陽。白陽。お前が白陽なら、我は何者だ。こっちも名前で呼びたいんだがな。一緒に残ったのに、名前もわからないなんて、残念だよ。ここに残るだと。ならん、お前は出ろ。夜叉の兄弟、バカを言うな。ずっと地下に残るって話だろ。おい、今さら後悔するなよ。封印は解けないからな。封印。そうか。我は戦うために来た夜叉。兄弟、おい、大丈夫か。この傷を見ろ。我はもう長くはない。もう俺たち二人しかいないんだぞ。死ぬな。今日この地下で家族を見たんだ。ってことは俺も狂い始めたんだろうか。白陽、お前は家が恋しいか。兄弟の住所を地上に残すって決めたんだ。そんなの、恋しいに決まってる。我にも家族がいるのだろうか。兄弟とかか。いるんじゃないのか。兄弟か。我は一体何者で、家族はどこにいるのだろうか。兄弟、どうしたんだ。死ぬな。もう俺とお前だけなんだ。行かないでくれ。金宝、お前なのか。誰が金宝だ。まだ覚えてないのか、お前。我はもうこのざまだ。合わせる顔がない。兄弟、兄弟、見ろ、そこに人が。あ、彼らは一体。我の。思い出した。お前たちは。我の兄弟たちが迎えに来てくれたぞ、白陽。正気に戻ったのか。せめて名前を教えてくれ。兄者、不赦の兄者。
おい、フシャ。フシャ。我の名はフシャ。その意味は、負傷は散り、万般を射す。今日は少し話しすぎた。だがお前と話すときは、あまり隠さずに済め。お前は、一度でも天命を感じたことはあるか？生の可能性、死の到来、何でもいい。今に至って我は理解した。天命とは、夜叉が最も好みに感じる厄災だ。それはまごうことなき悲壮だが、我らは恐れぬ。そう。かまわ。帝君は、お前を見届けるものだと言っていた。世の中のことは、お前と語るべきだろう。バツナ、ミヌ、王達は命を落としたが、フシャだけは行方不明のままだった。これは棘のように我の心に刺さっていた。それゆえ、危険を承知で、双眼へと向かったのだ。これでようやく、かつて双眼巨炎で起きたことを知り、区切りをつけることができた。あの時、空間を出る前に石を手に取った。もしうまく持ち出せていたら、この石を負傷の代わりに、道尺を弔う寺に置くつもりだったのだが、残念ながら、それは残らなかった。我ら五人の誰よりも若かった道尺は、千年前の魔人戦争で死んだ。あいつが戦死した時、負傷は深く悲しんでいた。夜叉は師匠と隣り合わせだ。まるで空を飛ぶ鳥のように各地へと散った。バツナン曰く、夜叉の魂には帰る場所がないという、負傷、白陽、そして少子たちは、英雄か。いい言葉だ。厄災は尽きぬが、属性には情がある。たとえ修羅であろうとも、思慮する存在がある。お前の言う通りだ。ここから先、世の英雄たちは互いに支え合っていくべきだろう。